こんにちは、豆腐と言います。今回は最終章の影山を語っていきます。前回の動画で第1セットの終わりまで語りました。日向の躍進が止まりませんでしたが、ここからは影山にスポットが当たります。明かされる過去、天才ゆえの悩み、特にこの回はタイトル回収が好きで、その点も語っていこうと思います。それでは今回もどうかお付き合いください。最強のおとり、日向に翻弄されて、アドラーズは第一セットを落とす。強烈なスパイクが影山の横を通過するこの瞬間。その約21年前、影山飛雄が爆弾。確かに面影あるし、何よりおしゃぶりの代わりがバレーボールなの驚愕。どうやらお姉ちゃんのボールみたい。当時小3の宮お姉さん、そしておじいさんの和代さん、バレーのコーチをやっている。ボールを取り上げようとすると、影山はボールを死守。絶対に離さないという強い意志を感じる。この時点ですでに目つき悪かったんですね。それよりも0歳で本能的にボールを好むの才能の片鱗が見える。そんな影山、3歳の時点ですでに体育館に足を運んでいた。多くの人は中学とか、早くても小学校からスポーツを始めるけど、影山は物心がついた時からバレーをやっていた。ボールに触れなくてもついていく。体育館が好きだから、特に色と匂いが好き。おじいちゃんにやらされてる感もなく、本当にバレーが好きなんでしょう。あの影山がおじいちゃん子ってのも愛おしい。小2になった影山、どっかのクラブに入ったみたい。おじいちゃんとお姉ちゃん、3人で精進し続けた。きっと影山は楽しくて心地よかったと思う。しかしここから周囲とズレを感じ始める。男子なら一度は通るであろうゲーム。影山はゲームを一向持ってなくて、友達にダサいと言われる。そして次は宮お姉さん、バレエをやめるらしい。理由は髪を切りたくないから。おじいちゃんは残念そう。宮お姉さんは自分で決めておいて、くだらない理由かもと気にしていた。それは彼氏にそんな理由くだらないって言われたから。宮さんにはバレエよりも守りたいものがあったんでしょう。そんなことよりおじいちゃん、大ダメージを受ける。最初は孫がバレエをやめるからと思ってたけど、どうやら宮さんに彼氏がいたことに動揺を隠せない。なんとか気力を保ち、それっぽいことを言う。自分の大事を一番分かっているのは自分。この時の影山、どんな感情なんでしょう。なんか寂しそうにも見える。この頃から周りと距離を感じ始めたのでしょうか。学校の友達はバレエをしない。ゲームとか、そっちの方が好き。そして、宮お姉さんもバレエをやめた。そんなことは気にも留めず、ひた走る。ある日、和代さんがどこのポジションをやりたいか聞きました。一番ボールに触れるとこ。じゃあ、セッター。これがセッターを選んだ最初の理由みたい。トスワークとか司令塔とかじゃなくて、ただ純粋にボールをたくさん触りたい。確か、及川さんの回想シーンで、岩ちゃんが中1の影山をこんな風に言ってた。何よりボールに触れることが嬉しくて仕方がない様子。確かに、純粋に嬉しそう。影山はスパイク、サーブ、トスというより、ただボールに触れるのが楽しい。そんな感性だったみたい。そしてある日、試合観戦に行った。ここで完全にセッターに魅了されたと思ってます。スパイカーに花を添えるセッター。幼い影山はここで震撼した。きっとこれが日向との初期の会話につながってる。おそらくこの日のことを言ってたんでしょう。セッターの魅力を熱弁していた入部初日。セッターよりスパイカーはかっこいい。そんなことを日向が言う。これに影山が憤慨する。セッターはチームの司令塔。試合中一番多くボールを触れる。支配者っぽくて一番かっこいい。もう圧がすごい。ここでもボールに触れると言ってました。でもその熱が日向には伝わらない。日向はでっかい生の試合を見たことがない。でもテレビならある。食い気味な返事可愛いです。影山はテレビと生では全然違うと主張。テレビは基本横からだけど、それじゃあセッターのトスワークは分かりづらい。でも実際生でエンドライン側から見るとよく分かる。空を切るようなセッターのトス。相変わらず擬音語は残念だけど、とにかく影山のセッター愛が伝わる。確かにスパイカーはかっこいい。それでもセッターがいい。このエンド側からの観戦、その最初の感動がこのシーンだと思います。まだ10歳にも満たない年でこの道を決めた影山の起源。これに触発されたのか、もっと練習したくなる。でも和代さん、やりすぎは良くないというように指摘。練習と同じくらい自分自身のメンテナンスも大事。ヘイとしては孫に釘を刺してるけど、きっと自分自身の老体のメンテナンスでしょう。でもそう直接的には言わず、孫に心配させない配慮、とても優しい。そんなことはつゆも知らない影山、ただただ横文字の単語に惹かれます。当たり前だけど、影山が成長すればおじいちゃんもっと年を取る。どうやら病院に通い始めた。お姉さんはバレエをやる気配はないし寂しそう。一方クラブでは大活躍、連続でサービスエース。おじいちゃん、孫の成長が嬉しそうです。ここで影山、点数を一別し何かを思う。このサーブ、おじいちゃんが感づきます。どうやら、ワードサーブを弱くした。影山的には、あんまり良くないことと思ってる。そもそも、なぜそんなことをしたのか。試合が、早く終わっちゃうから、もっとずっと試合したかった。この頃の影山は、勝つことよりも、とにかく、バレーをしたい、ボールに触りたい。そんな欲の方が、大きいんでしょうね。これ、皆さんが、和代さんの立場だったら、なんて言います?意外と難しくないですか?バレーはスポーツだし、勝負ごと。勝ちにこだわって、上を目指してほしいっていうのが本音だと思う。でも、純粋にバレー
レーが好きな孫の感情も尊重したい。そんなことよりも勝ちにこだわれて言いつけるのは大人の無粋な考えかもしれない。和代さん、一つ間を置いて口を開く。強くなればどんどん試合ができる。どんどんバレーができる。強くなれば絶対目の前にはもっと強い誰かが現れる。とても素敵なしるべ。鍵山の純粋なバレー愛を傷つけず、同時に向上心もかき立てる。上には上がいる。でも幼い鍵山はまだそれを知らない。だから自分だけ強いとすぐに試合が終わっちゃう。そんな勘違いをしてしまった。強くなりたいけどなりすぎてもダメ。そんなモヤモヤを和代さんが晴らしてくれました。迷いがなくなった鍵山、ついに中学北川大地に進学。入院中の和代さんとも話に花が咲きます。3年生にサーブもトスも上手い人がいる。上手いけど教えてはくれない。きっとあの人でしょう。ここまで読んでる読者なら名前を出さずともわかる。中学に入って強いやつが現れた。向上心はさらに大きくなりますが、その若さに和代さんはもうついてこれなくなってました。小さい頃から一緒にバレエをやっていたおじいちゃん、わかりづらいけどやっぱりちょっと寂しそう。それでもやはりひた走る。及川さんにも感化されて熱は増す一方、自主練にも精が出ます。同期を練習に誘うと、悪いけど俺限界と断られる。当時の金田一、そして颯爽と逃げる国見。ここでもやはり周囲と熱量の差がある。仕方なくサーブの練習をする。ここは僕の個人的な見解なんですけれど、影山はカラスの入部初期からサーブが秀でてました。スパイクやレシーブは一人じゃ練習できないけど、サーブは一人でもできる。一人でも極めることができる。影山の印象的な武器、サーブ。孤独に付随した武器だったのかもしれない。そして畳みかける不幸、和代さんの死、肉親の他界。それだけで十分悲しいけど、影山の孤独を際立せている。昔おじいちゃんとお姉ちゃん3人でかけた坂道、おじいちゃんと一緒に見てたビデオ、広い体育館で一人サーブを極める。この過去で僕が辛いのが、影山がずっと無表情なんですね。宮尾姉さんが辞めた時、この時も無表情でした。和代さんがいない時、和代さんともうバレーができなくなった時、同期と足並みが揃わない時、そしておじいちゃんが亡くなった時、影山はずっと無表情。せめて悲しんだ表情をしてほしい。むしろ泣きじゃくってほしい。悲しいとか悔しいとか吐露してほしい。でも無表情だから何考えてるのかわからない。何かの拍子で崩れてしまいそうな儚さを感じます。そして中学最後の試合、仲間からの拒絶、白鳥沢から推薦は来ない。この時も無表情。俺に居場所はない。俺のトスの先には誰もいない。貪欲ゆえに孤独になった悲壮的な過去、それがついに晴れます。トスの先にはスパイカーがいる。日向翔陽との出会い。最初こう読んだ時、ずっと一人だった日向に影山が翼を与えた。そんな印象にも見えた。でも違いました。それは影山も同様だった。それから約6年の時を経て、二人がネットを挟む。おじいちゃんが言っていたことは本当だった。強くなれば絶対、もっと強い誰かが現れる。影山が報われたのは嬉しいけど、何よりこの表情、やっと笑ってくれました。自分の熱量に同じ熱量で答えてくれる。ここで僕の好きなポイントがあります。まずこの回のタイトル、第387話。最強の敵。最強の敵が日向視点の影山ではなく、影山視点で対象が日向であること。もし大人編を知らない配給ファンにこんな質問をしたら何て答えるでしょう。配給の最後の敵誰と思う。言わずもがな主人公は日向。まず思い浮かぶのは第1話で宣戦布告した影山。これを最終章で回収するおしゃれな展開。他に挙げるならまだ謎が多い作者、もしくは牛島との再戦。いろいろあるけど日向視点前提で考えるでしょう。それは日向が主人公というだけじゃない。入部初期菅さんとこんな会話をしてたから。影山の性格は嫌い、でもバレーはすごい。日向の中で同年代最強の位置づけが影山だった。ここでもこの言葉が出てきました。最強の敵。このやり取りがあったから日向が最強の敵影山に挑むみたいな構図が確立されたと思ってます。そこからは最強の味方になって力を合わせますが、やっぱり影山が先を行く。ユース合宿に影山だけ呼ばれる。そして春高最後の試合、長くコートに立っていた方が勝ち。だから今回も影山の勝ち。同じチームとはいえ日向が負け続けていた。それがどうでしょう、いつの間にか逆転。おじいちゃんが言っていた、いつか絶対現れる強いやつ、最強の敵、それがまさかの主人公日向翔陽。厚夢でも牛島でも及川さんでもない。影山が報われると同時に日向の成長もわかる。ダブル主人公としてこの上ないストーリー展開。配給の中にはキャラの数だけ物語があります。我々はこうやって影山の物語を見れたけど、和代さんにも見てほしかった。孫の晴れ舞台というより影山の純粋な笑顔を見てほしかったです。和
感動的なシーンと打って変わって、ここでおまけページの紹介。おじいちゃんと一緒にポークカレーを食べる。ここでおじいちゃんのワンポイントアドバイス。ただでさえうまうまな影山家のポークカレー、もっと美味しくなる技、温玉を添える。確かにこれはたまりませんね。しかも美味しいだけじゃない。カレーをまろやかに美味しくしてくれる上に、筋肉を作るタンパク質が豊富。福井県に力説する和夫さんも可愛いし、純粋に感動する影山も可愛い。影山の好物ポークカレー温玉のせ、ビーフではなくポーク、しかも温玉のせ。ただのカレーじゃなくてこだわりがあるの意外だったけど、おじいちゃんとの思い出が詰まってたんですね。ちなみにお姉さんのミヤさん、ヘアメイクアーティストになってました。髪を切りたくないからバレエをやめた。人によってはそこだけ切り取って、そんな理由くだらないって思うかもしれない。でも人の話を聞かず自分の価値観で決めつける人なんてたかが知れてる。ミヤさんにとっての大事はバレエではなく別の夢があった。影山兄弟、好きを貫く人生、かっこいいし、二人の会話シーンとか見てみたいですね。あんた、少しはおしゃれしなさい。今度お姉ちゃんが髪切ってあげる。そんなやりとりしてほしい。強くなれば絶対、目の前にはもっと強い誰かが現れる。その通りだった。ジャッカルは強者の集団。サクソの回転、パワー、サーブレシーブ、弱点のない王者。ボクトさんの状況判断とか、それに連動できる身体能力。ヒナタのフェイクセットにも対応できる。びっくりした後の厚めの2、冷静な思考力。そして、ヒナタ。何でもできるヒナタ、それを支える土台。それはバランス。レシーブ直後でも倒れない、膝をつかない。砂の上、不安定の上で鍛えられた抜群の安定。レシーブが安定していれば攻撃も安定する。真ん中から飛ます。第2セットは開始から拮抗し、ジャッカルが1点リード。間接的に砂を憎む影山。ちなみに皆さん、こんなのご存知でしょうか。ハイキューとニセコイがコラボしたニセキュー。ひょんなことからビーチバレーをします。男子勢は美女を前に反応下を伸ばすけど、影山だけは違った。砂に興奮する。ここでトレーニングしたら筋力アップ間違いない。感性が変態すぎる。これはコミック14巻に記載されているので、興味あれば一度手に取ってみてください。次はボクトさんのスパイク。ブロックに阻まれます。ギリギリ繋いで乱れてしまう。バタついたこの状況だからこそ、日向の変人速攻を使ってくる。日向を使ってきた影山だからこそ、厚めの思考と日向の使いどころがわかる。ブロック泣かせの変人速攻、小金川がブロック側に同情する。やはり変人速攻は単純に脅威。ここでタクちゃんがある疑問を持つ。影山と高麗で変人速攻はできないのか。これは確かにと思った。高麗は空中戦の達人、僕みたいなバレエ初心者の疑問をぶつけてくれるから、タケちゃんには親近感が湧く。変人速攻という武器が増えるのは影山にとって魅力なはず。この疑問に鵜飼さん即答。できると思う。ただやらないだけ。もちろん高麗は空中戦の達人だからこそ、速さに特化する必要がない。空中戦ならきっと日向をはるかに凌駕するんでしょう。ブロックの間を打ち抜く。リベロワンさんがブロック締めようと声をかけますが、トマスは締めているつもりだったんでしょう。最低限締めてたけど、高麗相手にはそれが十分じゃなかった。高麗を生かすなら速さより空中の余裕を選択する。かつての影山はブロックを振り切るために速さにこだわっていた。恋より速さしか武器を知らない様子だった。でもカラスノでスパイカーに選択肢を与える重要性を知った。印象的なのは稲荷作戦、相手のマッチポイント。影山はいろんな選択肢がよぎったが、それを決めるのは自分じゃない。最終的に決めるのはスパイカーだから、ただただ打ちやすいトスを供給する。スパイカーに選択肢を、脅迫とともにスパイカーに余裕を与える。そして次は猫魔戦。速さが武器の日向にあえてオープントス。スパイカーに助走の余裕を与えた。気づいたら速さに囚われた影山はもういませんでした。速さはあくまで武器の一つ。それを心から理解した。一番大事なのは鵜飼さんが言っていたこと。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはない。これはもう絶対的に揺るがない。自分のトスに迷いがなくなった影山。その迷いを晴らした鵜飼さん。コーチとしての嬉しさもあるだろうし、もともとセッターだから影山の脅威をより感じるんでしょう。影山のドヤ顔に厚むが割って入る。俺の得点は俺のもの。スパイカーの得点も俺のもの。言ってること頭悪そうだけど、昔影山も言ってた。自分のトスでスパイカーが輝くのはセッター冥利に尽きるんでしょう。菅さんも固唾を飲む。セッターの余裕はスパイカーに伝わる。攻撃が淡々と決まるのはいいセッティングだから。打つやつも見てるやつも何の違和感もない。教え子が目立たない。だけど嬉しい。タケちゃんの笑顔が微笑ましいですね。そんな恩師を黙らせる。影山のサーブが炸裂。決して目立たないわけではない。鵜飼さん前言撤回。影山2回目のサーブ。次は日向がギリギリ上げます。そこからサクサのスパイク。サクサの回転はブロックさえも吹っ飛ばす。アドラーズ乱されて影山もトスを上げる余裕がない。でもトスを求めているスパイカーがいるなら全力で応える。ワンハンドトスからロメロが決めます。言語わかんないけど、とりあえずハイタッチするの可愛いですね。どんなボールでも上げる。ここでリンタロウ映るの好き。あのシーンが彷彿される。稲荷崎戦、さすがに上げれないと思いリンタロウが飛びついた。でも日向には負けた
たくない。その執念で見事上げてみせた。そこから強烈にスパイク、落ちながら凛太郎、上げんのかーいとおののいてました。この発言があったから、ここであえて凛太郎を入れたんだと思ってます。一度目の前で体感していた。こういう細かい作者の遊び心好きです。白熱するラリー、またも似たような展開が訪れる。ネットを越えそうなボール、でも影山、あいつならきっと上げる。ブロッカーたちは油断しません。北斗さん、頭の中で状況を整理。影山、光栄、2なし。本当にこう言ってそうだし、発言のそのままを文字で表しているの北斗さんらしい。影山がトスを上げるのはスパイカーも疑ってない。さっき小金川はブロッカーに同情してたけど、次はセッター影山に同情する。どんな状況でも最高のトスを要求される。スパイカーからの信頼に応えなければならない。こんな脅迫をしてくるのはかつては日向だけだったけど、プロでは妖怪だらけ。日向と書いて妖怪と読むの遊び心がある。この魑魅魍魎のコートで答え続けなければならない。影山はこの中から誰を選ぶのか、セッターとしての力量が試される。息を殺すこの瞬間、影山は誰も使わない。どんなボールも上げてきた影山だからこそ触らない選択。そのままコートに落ちてアドラーズの得点。ジャッカルとしては屈辱でしょう。あれだけの選択肢を全て放棄、なんという贅沢。ここで赤足が打つのもめちゃめちゃ好き。赤足は春高の無人坂戦、こんなことがありました。優秀なスパイカーが両サイドにいたにもかかわらず、流れを変えようと焦ってしまい2を選択した。しかしその2が読まれて袋田の失点。ここで深く自己嫌悪に陥る。有能なスパイカーがいるにもかかわらず、そのチャンスを奪った結果失点。セッターでの2アタックでの失点は大罪。きっと赤足はスパイカーの選択肢を放棄して失点すること、これに恐怖を感じているでしょう。トラウマと言ってもいいかもしれない。だからこそこれだけの選択肢がありながら、これを贅沢に放棄する鍵山の度胸。赤足はきっと同じセッターとして俺には真似できない、そんな風に思ってそう。影山の余裕を感じます。実況も絶賛。攻撃陣が影山はどこへでもセット可能と分かっていた。そして影山も攻撃陣が分かっていると分かっていた。だから成立したスルー。技術と余裕があってのファインプレー。日向はやられたと嘆く。そこに厚夢が翔陽君のせいとぼやく。みんなの失点なのに日向のせいとなすりつけられました。チーム戦のバレーでこんなこと言われたら辛いですよね。喧嘩になりそう。しかも今のプレーは日向個人の失態とは思えない。しかし厚夢はそこを指摘したんじゃない。トビオ君を起こしてしまった。意味深なことを言います。どうやら影山に余裕がまとったこと、その理屈を知ってるらしい。なぜ厚夢がそれを知ってるのか。それは同じセッターってのもあるけど、昔この発言をしたから新しい王様を誕生。その経緯をセッター厚夢が語ります。今回はここまでにしようと思います。それでまたも皆さんに謝罪しなければならないことがあります。前回の動画の最後でこんなことを言いました。次の動画で影山が新コード上の王様、ここに至るまでの経緯を語ります。こんなことを豪語してたんですけれど、そこまでいきませんでした。このパターン以前もあったんですよ。その時は次の動画で日向の最強のおとり、その最終形態を語ります。みたいなことを言ってたんですけれど、そこまでいかなかった。もうお気づきと思うんですけれど、僕動画1本作って次の動画を作ってます。どこまで動画1本で進めるか計画性がなくて、今回もやってしまいました。これについては言い訳も弁明もなくて正直に謝ります。本当にごめんなさい。でもどうしても昔のシーンを引っ張りたくなっちゃう。今回だったら影山と日向の会話とか、菅さんとの会話で出てきた最強の敵凛太郎とか赤足が驚いてたり、何気ない一コマでも絶対作者は意味を持たせると思います。配給の昔のシーンを拾うやり方、これめっちゃ好きなので、これからもこのスタイルは貫こうと思います。やけん進みは遅いんですけれど、付き合っていただけたら幸いです。でも次はさすがにここまで行く。新コート上の王様の誕生、最終章で僕が一番好きなシーンなので見ていただけたら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。